道南の八雲町でトラックが高速バスに衝突し5人が死亡した事故からきのうで半年です警察のこれまでの捜査でトラックは事故の前まで法定速度を上回るなどの危険な走行はしていなかったことが新たに分かりました事故現場ではきのう警察や地元の交通安全協会のメンバーが献花を行いましたこの事故は6月18日、 トラックが高速バスと正面衝突し、それぞれの運転手とバスの乗客の合わせて5人が死亡したものです。捜査関係者によりますと、ドライブレコーダーの記録から、トラックは事故の前まで法定速度を上回るなどの危険な走行はしていなかったことが分かりました。また、事故後のトラックの検証やトラックを所有する会社への聞き取りなどから、ハンドルやブレーキに目立った故障はなかったとみられています。 警察は死亡したトラックの運転手を過失運転致傷の疑いで捜査するとともに会社の安全管理体制についても調べています。